中京 TV スポーツ。お疲れ様でした。まあ、結果のところは2-3、まあいろいろ積み上げてきたものができたゲームでもあったし、逆に最後の最後のところでもやっぱりうまくいかない部分が出てしまったゲームでもあった。でも、まあ、ゲームを見てて俺は今までで一番こう戦ってる、最後までやり抜こうっていう気持ちが見えたし、そこに関してはすごい俺は良かったと思う。でもやっぱり結果が全てだから先がない、負けてしまえばね。そこに対するやっぱりこだわりがゲームの中で出てるシーンがやっぱり相手の方が多かったのかなっていう、そこが少しまあ今日の反省の部分で言えば反省の部分。1、2年生は今日何メンバーに少なくて3年生が多く入ってて、その3年生の姿を見てどう思うかな。1、2年生今日本当に最後の最後まで戦えてたやつたくさんいたよ。だってそういうメンバーをピッチに立てるために出た。その中で勝ちきれなかった原因は何だろう。ピッチに立ってるだけのやつだ。それだけじゃないよ、やっぱりチーム全体として。春日部サッカー部はまだまだ弱い、チーム全体としてね。ただ今日のゲームに負けた、勝たせてあげられなかった、そこの責任を俺はすごく感じているよ。申し訳ない、それはお前らに勝たせて、まあ、いい思いさせてるのが一番な。サッカーの中でお前らがサッカーに喜びを感じる瞬間だ。今日のところは、まあ、やりきったという気持ちになれるやつは少ないと思うけど、でもこのゲームを機にやっぱり次につなげないといけない。あと残ってるリーグ戦3節、来年からの春日部のサッカー部どうしていきたいか、まあ、そこを一つ考えるいいきっかけのゲームだったと思います。3年生はまず今日に向けてね、いい準備はできてたと思う。俺は悪いけど、まあ、そこで勝たせてあげられなかった俺は申し訳ない。しっかり、体も酷使してると思うので、ケアして胸張って帰りましょう。お疲れ様でした。